はい、いつもの中です、久しぶりとなってくるんですけども、こちら今回やっていこうかなと思います。インプレです。ドン。はい、ダンブルヘッダー、レイドジャパンのね、今回唯一のハードプラグらしいんですけども、確かにそうだなと思ったんですけれども、まあ、ハードベイトとしてというかビッグベイトですね。ここまで来ると、まあ、ミドルベイトぐらいにはなると、ミドルベイトという表現もちょっと おかしいんですけど、まあ、レイドジャパンの中では多分おそらく最大級の、プラグになるんじゃないかなと思います。でこのね、中央のこのジョイント部分だったりとか、まあ、前コンみたいなね、こうぐるぐるなったりとか、まあ、いろんな要素が含まれていて、まあ、今年結構個人的にも結構注目のレイドジャパンの新商品となってくるんですけども、今回これをインプレやっていこうかなと思います。もちろんね、もうビッグベイト系いっぱいありますよね。こういうここにもあるけど、クラッシュナインだったりとか、タイニークラッシュだったりとか、まあ、ダウズスイマーだったりとか、まあ、使いやすいものからいろんなものがたくさんあると思うんですけれども、まあ、その中でもやっぱこれ特徴的だと思うし、ペラがついてるっていうのが何よりもね、やっぱ特徴的ですよね。まあ、今回ね、ちょっと実はこう使ってる、今ちょっと見えにくいけど、ここね、ペイフォワードのクレイジータンクか。まあ、こういうペラ系のってね、結構いいんですよね。例えば、個人的にもめちゃくちゃ好きな西根さんのね、ベビーラビノとか、シンキングスイッシャーって、すごいやっぱこう、収容力だったりとか、まあ、特徴的なものがあって、釣れ方だったりとか、まあ、使いどころなかなか難しいんですけれども、非常にそういうところでは、ルアージャンとしては好きなジャンルなんで、それがレイドジャパンとして、このビッグウェイト形として登場したということで、結構注目のものかなと思います。今回これをね、ちょっとまあ遊びながら扱っていこうかなと思うんですけれども、ぜひともね、皆さんこれ買われた方だったりとか、雰囲気だったりとかね、まあ、いろんなところがあると思うんで、ぜひそれね、教えていただけると嬉しいです。まあ、こんな感じでバスリジャパンチャンネルはマイペースにやってるんですけれども、ぜひねチャンネル登録としていただけると、月1本ぐらいしか最近出してないんですけども、その通知が届くと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、ではやっていこうと思います。こちらダブルヘッダーですね。これね、多分レイドジャパン市場でも一番高くて7000円しました。7000ちょっとということで結構高額なるわ。まあ、ペラがついてたりとかね、ジョイント部分とかこういうところでも結構ねコストかかってると思うんで、まあ、仕方ないかなというところです。まあ、開けてみようと思います。でウェイトなんですけれども、2オンスなんで、ビッグベイト級の、竿ですね。ジョイクロとか、まあ MH ぐらいで多分いけると思うんですけど、それぐらいの竿がないときついよっていう感じで、あの金森さんのね動画で言ってたんですけれども、まあ、今回使うんだったらね、まあ20ポンドぐらい入れてもいいかなと思って、タックルは選んでいこうかなと思います。こんな感じです。ドン。はい、おお、パッケージもなんかこのね、ロゴいいですよね。ダブルヘッダーでこうペラペラになってるのがすごいいいなと思いました。はい、まあ、こんな感じです。でこのテール部分ね、エラストマーなんで、ワームとエレチャーが溶けちゃうよっていうことでした。でこれ多分ね、あ、やっぱついてないな。まあ、スペアが1本ついてるのと、これね多分スイッシャーというか、あのスナップですね。スナップ必要だと思うんで、もしお持ちでない方は結構ビッグベイトとかでいけるようなものを使っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ちょうどフラッシュ9にでかいやつがついてると思うんだ。大変なことになってるな。はい、これは何だったか、ボンバダかなんかのやつですね。これぐらいちょっとでかいやつじゃないときついかなとは思いますんで、あのすっぽ抜けたりするとね、高いんでというよりは結構萎えるんでね、その辺はしっかりしたものを使った方が、バイブレーションとかねついてるようなちっちゃいやつだと曲がったりとか折れたりとかする可能性があるんで要注意っていうところですね。ちょっと風邪気味なんでね、鼻声で申し訳ないんですけど、夏風邪です。クーラーガンガンで寝てたらこんな感じになっちゃいましたということで、まあ、釣りには行かないとダメですよね。釣りはねめっちゃ行ってるんですけど、まあ、動画にちょっとできてないだけで結構頑張ってます。まあ、いろいろ釣りの仕方とかもね、幅も広がってきたと思うんで、また動画でやっていけたらなと思うんですけどって言って、毎回動画が上がってないというね、詐欺みたいなことありますけど、ごめんなさいっていう感じです。釣り人ではあるんでご了承ください。まあでもサイズ感としては結構ね、小型なんですよね。このシルエットぐらいだと本当ね、あの動画でも、まあ公式の動画でも出てたんですけど、30センチとか30後半ぐらいまでは全然食ってくれるなと思います。まあ特に今クラッシュナインと比べてみるとこれだけの差がある。タイニーとかと比べるとね、多分もう少し小さいかなっていう感じですね。ボディのその太さってところが全然違うんで、ちょうど、はい、タイニークラッシュと同じぐらいじゃないかなと。はい、まさにタイニークラッシュと同じぐらいですね。はい、サイズ感としては、まあ、この辺も意識されてそうですね。スナッチとかというと、スナッチとかより一回りちっちゃいけど、まあ、結構近いかなという感じの、結構ね、いろんなサイズ選ばずいけるっていう感じの、まあ、レイドらしい、こう、ちょっとビッグプラグかなと思います。で、あれ、スナップどこ行った？あれ多分動画見返したらどこに、ああ、たやりがちこういうの。こういうとこ抜けてるんですよね。で、これね、結構、これぐらい多分でかい方、番手で言ったらちょっとね、今、パッと出てこないですけど、かなりでかいやつ行ってもらった方がいいかなと思います。で、タックルなんですけども、P ラインでもいいかなと思ったんですけど、まあ、フロロラインでもいけるよって金森さんが言ってたんで、今日使うのは、でこうパコッと外す系ですね。で、今回使うのはこちらにしようかなと思います。はい、18バンタムにスタコンのハンドルとグラディエーターバイソン、
これ初期型ですね。初期のグラディエーターもう今の若い子たちは知らないんじゃないかなっていう感じなんですけど、これの、カスタムですね。ちょっとグリップとかいじってスパイラルガイドもして、グラスコンポジットの竿です。これ多分相性良さそうなんで、近距離ならね、遠投とかちょっと向いてないですけど、これでいこうかなと思います。今ダックウィルがついてるけど、ダックウィルめちゃくちゃ相性いいんで、はい、じゃあ軽でやっていこうと思います。ラインはね、20ポンドのフロロカーボ、ちょうど公式の金森さんと一緒で、アブソリュートのトリプル A を巻いてます。トリプル A ね、使ってみたんですけど、いいっすね。ただバックラとかするってなると結構ね痛いんで、そこは要注意かな。とりあえずこれ1本でいくか。なんか魚見えたりしたらライトリグやりたくなるけど、まあでもせっかく来たんで、ちょっと1本だけライトリグ小池でも持っていっとこう。よし、じゃあこの数字で挑もうと思います。では行きます。はい、ちょっとフィールド来ましたけど、めちゃくそ減衰してますね。もうこっちとか、もともと3つこの辺まであるんですけど、もうどこも最近やっぱ減衰傾向ですよね。まあ、台風に備えて抜いてるとことかもあると思うとあるんですけれども、まあ、ここもその類かなと。がっつりもうなくなってますね。でウィードも残ってるんで、もう園庭際でしょうね。ちょっと水位あるところまで行きましょうか。まあ、逆に多分いろんなフィールドあると思うんですけど、この時期ガッて水減らしちゃうと、どうしても濁りが入って、でしかもこの高水温ずっと晴れ続けて水悪くなってダメってことが多いんで、逆にウィードがこんだけあって風もちょっと吹いてるってなると、こういうところの方がいるね。ギルは、あ、コバスめっちゃおるわ。逆にね、こういうフィールドの方が時期としてはいいんじゃないかなと思ってきましたけど、釣れるかは分からんす。まあ、インプレなんで、それはご勘弁くださいということで、この辺からやっていこうか。はい、じゃあダブルヘッダーですね。こんな感じ、2オンスあるんで、あ、結構ずっしりきますね。まあでもキャストアキュラシーもこれだけ良さそうなんで、フローティングですよね確か。ウェイト調整した方が、おお、すげえ、ドックウォークやばいなこれ。やっぱりドックウォークの幅がほんと生めかしいですね。ドゥルンドゥルンドゥルンって感じ、飛び出てきそうやな。バス今ノーウェイトなんですけど、ノーウェイトでもだとちょっとね、水面直下ぐらいですね。高浮力って感じではないんですけど、まあスローフローティングですね。なんでサスペンドぐらいにしてあげた方がやっぱり良さそうですね。まあ動画見てても豊ボーイさんとかは腹側にねシールウェイトつけてたんで、まあそういう方が使い勝手とかドッグウォーカーしやすいんだろうなと思います。おお、ただ巻きしてもこの生めかしさすごいな。これは結構使用頻度というか、いろいろこう使い勝手というかね、使い慣れてくればかなり強そうなイメージですね。でボディがね、これやっぱ扁平になってるんで、この扁平ボディがね結構やっぱ良さそうですね。結構グッとグリップかけなくてもやっぱ横になるというのは、こういう要素が多分あるんだと思います。豆みたいなザック飛ぶけど、ウィードの隙間とかおりそうやな。こういうところは点だからネチネチでしょう。おお、沈めたいな。クイックチェンジャーで沈めるか。フロントが回ってないぞ。これはやばいっすね。面白いルアーが出てきました。ちょっと奥のドン付きまで行ってみましょうか。ああ、まあ時期的に言えば6月とかね、アフターシーズンならこのままでもいいですけど、やっぱ沈めないとちょっときつそうですね。ほんとなんかちょっとこれディッピュンって入れただけでもケツがすごいブワンブワンになるんで、すごいな、収魚力。コバスがもうわらわら湧いてきてますね。あ、いいな、ここエッジみたいになってる。こう合い締め切りちょっと引いてみようか。だからノーマル状態だとどこんな感じでも表層引きですねになっちゃうんで、でついてきたらこうドッグウォークみたいなイメージですかね。しばらくはウェイトなしでちょっとやってみようと思うけど、あーでも逆に言えばこれ近距離というかちょっと遠距離だとね、操作の加減が若干難しいですね。なんか誰でもこうドッグウォークできるっていう仕様ではない印象ですね。とりあえずこの辺はいないですね。まあ、真夏というか、まあちょっと若干秋入ってますけど、
なんで土日中なんでちょっときついかな。もうオープンモーターやってるのか。これぐらい近距離で行ってて、最初からこうドッグウォークするってなるとちょっとコツがいりますね。そこは要注意かな。よう飛ぶわ。今こっち風なんですけど全然影響ないですね。ジョイントがいい感じに畳まれるというか、空気抵抗の妨げになりにくい感じです。ポップみたいな使い方も全然いけそうですね。フェラついてるんで。うわ、余韻がすごっ。余韻やばいですね。今確かに言われた通り、このジャークしてあとの余韻がもう勝手に自発的にうわーみたいな感じに泳いでるんで、これは確かに魚にとってはたまったもんじゃないですよね。ありそうでなかったっていうところですね。でやっぱ使ってるとこの引きの抵抗ですよね。ただ巻きもそうですし、ドッグウォークの時もすごいね、抵抗をすごい感じるのはペラの恩恵ですよね。その分その一定の場所でドッグウォークできる、リーディングみたいなジャークでも全然問題ないですし。おお、なんかいっぱいわらわら来たけど、ちっちゃいな、コバスばっかりだわ。お、チェイスしてきとったな、ちっちゃいの。いや、あれじゃ食え同サイズがチェイスさせてくるけど、まあ夏っぽい感じですね。というか秋の入り、初秋の片足突っ込みましたみたいな感じの魚の動きですね。ちなみに台風がまだ全然来てないですけど、これは余韻でしょうね、おそらく。気圧の変化からっと変わればいいんですけど、そこまでまだ来てないんで、魚のやる気とかも全然そんな大したことないでしょうね。まあご覧の通り晴天なんで。やっぱウェイトいるな、これウェイト乗せよっか。あーでも悩ましいな、こんだけクリアウォーターなら水面使った方が騙せやすそうだし。あら、合体してる。あーちょっと若干このリスクはあるかもしれないですね。こんだけ可動域があるんで、ちょっと無茶するとここぞという時にガチャってなっちゃうかもしれないですね。スポットでもあればねガチャガチャやりたいんだけど。おお、すげえ。確かに後方がグラグラするやつってこの釣りやっぱ得意っていうのよくわかりますね。目で見てもわかります。はい、移動してまいりました。というてもね、どこ行っても減衰っすわ。ということで、よいしょ、超減衰池ですけど、ちょっとやってみようかな。なんかもう小池投げた方が多分釣れるとは思うけど、まあ今日はこれなんでダブルヘッダーで、ちょっとこの浅瀬をなんか変えるかな、ちょっとやってみましょう。若干水はタンニン系の茶いい感じですね。強いルアーで引っ張ってこれたら一番いいんですけど、ああやっぱ沈めた方がいいな、それは重々。さっきやってても、あ、ちっちゃいのおるな、ちっちゃいのはおるんすけど 0.9 2個とかつければいけるかな、どうでしょうか。よし、ちょっと 0.9 つけてやってみましょう。よいしょ、あ、0.9 でいいな、ちょうど沈みすぎん、超デッドスローフローティングぐらいになってるんで。あ、いいね、 0.9 入れても全然沈みます。これ以上入れちゃうとちょっとガツンと落ちちゃうかなとは思いますね。土日中にこんな日ガンガン当たるところはちょっときついかな。そこのシェードちょっと入れてみようか。熱っ、 いないか。さあ
シェード出るタイミングで来い。来ない。このプロポーズそうやな、これ。やっぱ結構ね、金森さん言ってたんですけど、クイッとっとしたアクションで、こう、首振るよっていうことなんで、結構ね、雑いにくすると、割と姿勢崩すんですよね。まあ、それで余韻で食ってくれるってことは多分あると思うんですけど、まあ、結構シビアな扱いを求められるルアーの一つかなともちょっと思いますね、使ってると。正直。思ったより。なんか跳ねたけど、こばすやな、あれ。ごめんなさい、ちょっと遊びます。インプレやけど。あっつ。まあ、つい気やっとれん。なんか今岸際でポチャンと跳ねましたけど、ちょっと小池だけ投げさせてください。元気遊ぶってもダメだ。あっつやば。はい、まあちょっと短時間使っていったんですけど、ダブルヘッダーやっていきました。いや結構やっぱ面白いルアーですね。ただ結構シビアなアクション求められるなっていうのが正直なところで、なんか何でもかんでもこう巻いて釣れるとか、まあただ巻きならね全然いいと思うんですけど、でドッグウォークとかも結構シビアなアクション求められると思います。結構破綻しちゃう可能性があるんで、その辺はね、なんかルアーのポテンシャルを引き出すっていう意味では細かい操作いるなっていうのが個人的な感想です。でただ巻きに関してはもちろんいいですけど、で、まあ、今みたいなこういうもう夏とかもしくは真冬とかね、で縦護岸とかこう引きますとかいう時には確実に沈めた方がいいんで、今 0.9g のクイックチェンダーフロントに入れたら全然いい感じのデッドスローフローティングぐらい、デッドスローシンキングぐらいになったんで、これぐらいが一番ベターなんじゃないかなと思います。まあ、あとはテープでね、あと水温とかによっても変わってくると思うんですけど、まあ、調整してあげたら水中ドッグウォークのこう波めかしさっていうのがやっぱ唯一無二、かつペラのやっぱアピール力ですよね。それがあるっていうのはかなり強いんじゃないかなと思います。で水中を相引きしたいんであれば 0.9 以上上げないと、これだけちょっと今足場があったりすると浮いてきちゃうんで、それの考慮は必要かなと。まあ、それ以外に関しては非常に面白いルアーだなと思います。となかなかこの手のルアーは釣るのが大変なんですけど、特に減衰っていうね、この今満水だったらもうちょっといいかもしれないですけど、減衰だときついっすよねって言い訳はしておきますけどまあ場所選ばずいろんなところで使えるんじゃないかなと思います。まあ公式の動画はね、リザーバーだったりとかボートっていうところで使われてましたけど、全然野池でもサイズ感的には申し分ないですし、まあ、使えるんじゃないかなと。まあ7000円出して買う価値があるかっていうと、ちょっと興味ある方とか。よし、来た、俺来た、やった、よっしゃ、解説中に来ましたよ。よっしゃ、ダブルヘッダー来たー。シェフ釣れんと思っとて、やー大暴れっていうか30センチぐらいですね、今その浮きのところにいました。いや、よし、いや出た出た、よいしょ、よし釣れた絶対釣れんと思っとったのに。今ね小池とかいっぱい投げたけど、まあ、ちょっととりあえず取ってあげようか。ほい、釣れました。顔出すの久しぶりですね。はい、ルアーはねダブルヘッダー、ういっ、はい、こんな感じ。もうこのサイズ釣れるんですね、やっぱいいですね。ただ場所選ばずいけるっていうのも今の池の減衰ですけどね。はいはい、ありがとうありがとう、サンキュー、はい、サンキュー、おい、ういありがとう。40アップではないけど、しゃ、嬉しい。もう今土日中ですからね、もう今ピーカン影半端ないけど、こっち入れたけど全然反応なくて、ここがシェードになってるんでしょうね、このパイプっていうのかな。でこうシェードになっててゴミもあるから減衰して餌減ってて、で岸際にこうつけないからこういうところに浮きやすいのかなっていう感じですね。まあ、ちょっとこの辺通したんですけどね、ドッグウォーク中にゴンって、しよっしゃ帰ろう暑い。はい、そんな感じでダブルヘッダーやっていきました。いや、よかった、1本釣れて、もう暑すぎて帰ろうと思ってたんですけど、いやいいですね、これこそルアーパワーというか引っ張ってこれたなっていう感じですね。あの周辺でもう多分めちゃくちゃ浅いんですけど、まあ、何かしらついてたやつを引っ張ってきたんじゃないかなと。食ったところもね手前だったんで、多分あっこについてたやつが着水と同時に気づいてドッグウォークで見に行ってバコッみたいな感じだったんで、でフロントにしっかり行ってたんで、ね、いやよかった。いや面白いですねこれ、もっともっと使い幅あると思うんで、また今後使っていこうと思います。とりあえず暑いんでもう帰りますはい、じゃあまたよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。